赤丸チャンネル。こんにちは。こんにちは。なんか食べ物が置いてありますよ。はい、あのエビ大判焼きです。あ、今日食べるだけの回ですかね。もう声でやめませんか。もうなんかもう全部私が食らうんですよ今まで。いや今日はね、だ僕と赤丸さんでやってるじゃん、はい、だからちょっと力の差が出すぎてるから今日はスタッフも入れます。4人、はい、4人で山手線ゲーム古今東西的な、はい、あ、でも4人になったら負ける確率下がりますね、うん、それで、はい、あの負けた人が1位が3回振って、はい、2位が2回、はい、3位1回振って4位の人がそれを食べるっていうのを3番勝負します。はい、あれ山手線ゲームででも1位とか2位とかになってだから、負けた人の左から1位ですね。になるんですね。ああ、なるほど。ギリギリまでいってるからね、はい、1位2位3位です、はい、だもし俺が負けたら袴さん3位、1位、2位、3位、はい、うん、っていう。でそれで3問やって、はい、スタッフも含めて負けたら食べます、はい、ちなみに良い子の皆さんは絶対に真似をしないでください。そうですよ、はい、特殊な訓練を受けた僕たちだからできる技です。はい、はい、そうです。あの胃の訓練してますから、うん、あ、だからじゃあ4回しよう。だから1人1つテーマ好きなの。あ、だからもうそれ、あ、知らないダメよ、はい、知らないダメ、はい、あ、1回練習する。練習、うん、いらないですか。だから古今東西だよね。はい、じゃ練習しよう。じゃとりあえずじゃあさ、はい、古今東西、うん、イエーイ、山手線ゲーム、イエーイ、イエーイ、はい、じゃあ赤い食べ物、はい、じゃあ俺からね、はい、リズムに合わせてよ。トントン見ないでください。せーの、いちご、りんご、アセロラ、トマト、赤パプリカ、タバスコ、アウト。アウトっていうのが負けられてる。早くない？あります。でも私は牛肉とかね。ああ、赤身噌とか。赤いじゃん。あと赤味噌とか。はい、じゃあ自分先、じゃあ決めていいよ。好きなの。じゃあそれお題、うん。いいですか。うん、はい、じゃあ山手線ゲーム、イエーイ。テーマは？都道府県。はい、都道府県。オーケーよ。数に限りがあるからね。あるからね。そう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 。オッケー。言ってない。で言ってたら誰かが言ってるって。うん。言って、はい、2回言ったらアウトよ。はい。うん、はい。せーの。北海道。岩手県、秋田県、山形県、東京、福井県、神奈川県、福島県、岡山県、兵庫県、埼玉県、広島県、沖縄県、徳島県、千葉県、静岡県、福岡県、愛媛県、香川県、徳島県。言いました。言った？言いました。まだ全然出てきたのに。早っ。怖いっすね。嘘。まだ九州全然言ってないよ。俺まだ続くと思ってたのに、はい、全然。全然まだだって奈良とか京都とか和歌山とか三重とか、はい、愛知、宮崎、鹿児島、うん、新潟、うん、青森、全然言ってない。石川、うん、佐賀とか全然言ってないですよ。それは俺らが言いたいよな。はい、じゃあ俺が1位だね、はい、1位、2位、3位だからまずは3回俺が1、2、3、はい、俺2回ですね、うんうん、はあ、同じとこにかけるってことですよね、うん、2です。振ったのは2。見ました。今振ったのは2だ。振ったのは2。もう先生と口聞かない1回、はい、どうぞ。あ、もう食べるんですか。うん、美味しいよ。でパスタとかにかけるじゃんね。かけますよ。たかが6滴よ。こんな食べたら太っちゃう。辛っ。一口特殊な訓練を受けてるから絶対真似しないでください。辛い。あ、辛い後から来る。じゃあ第2回戦、じゃ
いやまずお題言って何ですか。じゃあ山手線ゲーム、うん、イエーイ。テーマは観光名所。観光名所ね。観光名所、うん、行じゃあ行きます、はい、せーの。清水寺。琵琶湖。三保の松原。首里城。浅草寺。東大寺。松島。出てこないっす。あるやん、東京タワーとか、はい、スカイツリーとか、厳島神社とか、あとディズニーランドとかでもいいの、うん、あと富士山、はい、あと阿蘇山とか、はい、難しく感じて、道後温泉とかね、そうそう、水水上温泉とか、ってことは私が1位。あ、そうだね。アザラ君は優しいからちょっと優しくしといてあげよう。3回かけていいんだよね、うん。今ドドドン言ったよ今。いや違う、一回かけようとして出てこなかった。いや出てこなかったらもうそれは一回なの。え、なんで優しいんですかそんな。いや私も今違う、いやびっくりしたの、ドドドドンってやったから。これ二回、うん、はい、3回。おい、めっちゃ出たぞ。めっちゃ出たぞ。二回、はい、一回ですね。ちょっと仲間には優しいんだよな。いただきます。大丈夫です、大丈夫大丈夫、うん、大丈夫です意外と。あ、サンドにして、うん、サンド、サンド、サンドにして。あ、これ食べるとこ大丈夫ですか。まあ大丈夫でしょ。あ、一気にそんな あ, あ, あとまでずっとヒリヒリ残るからこれ。あ、早いもん。観光名所とかめっちゃあるやん。うん、ダメっすわ多分。だって名古屋城とか姫路城とかね、うん、あと皇居とかでもいいしね、うん、めっちゃあったやん。じゃあ高川さん次でいいし。え、私テーマどうしようかな。じゃあ、ま、負けたいな。負けたいっすね、うん、山手線の名前で言っています。知らない知らない。あ、そこ全然知らないんだけど。知らなすぎる。僕はいけるかもしれないっす、うん、じゃあいいよ。いや、まあ、判定でいいっすよ。じゃあ、うん、やります。 OK、行ってみますか。いいっす、いいっす。怖いな。行ってみますか、はい、じゃあ行きますよ。山手線ゲーム、イエーイ。山手線の駅名、はい、東京。池袋。品川。新宿。渋谷。品川マッチョバイバイ。はもう一回同じような。もう一回取り直そう。じゃあ行きます、はい、山手線ゲーム、イエーイ。山手線の駅名、うん、東京。品川。池袋。新宿。渋谷。大崎。新大久保。目黒。恵比寿。ウグイスダニ。巣鴨。五反田。西日暮里。目白。新宿。あるじゃん、上野、秋葉原、有楽町、神田、新橋、浜松町、高輪ゲートウェイ。あ、じゃあ、あ、1位3滴、3滴。しゃあ、え、じゃあ、あと里崎さんだけじゃないですか。2、3、2個。で、私が2回、うん、高川さんが鬼なのよ。高川さんが鬼なのよね。いや、でも私の1回で出てますよ。はい、先生。わー、美味しそう。わー、美味しそう。いただきます。俺もパスタとかでタバスコめっちゃかけるからね。私も結構好きです、うんうん、ピザとかね、うん、でもこのまま食べるとすごい辛いよ。全然です、全然です。あ、辛いの強いんですよ。へえ。
あうらあうら俺も食べたいな。え、ちょっと佐藤さんが苦手なやつないのかな。浜田さん、はい、知ってる。何、次俺が考えるからで。そうなんすよ。え、じゃあこれはもう1位のハンデとして今のところ。1位のハンデ。ハンデって何よ。いや、これは里崎チャンネルのスタッフとアシスタントからのもうお願いですよ。いや、ここはもう袴田チャンネルだからね。俺お客さんだからね。あ、だから袴田チャンネルの権限として、じゃあ私がもう一回考えます。ダメダメ、俺だから。順番だから。OK、いいよ。なんだろう、怖い。もうぶっこんですぐ終わらすから。ぶっこんで、いくよ。はい、山手線ゲーム、イエーイ。テーマは道具を使うスポーツ。野球、サッカー、テニス、ラクロス、バレーボール、ラグビー、バドミントン、バスケットボール、アメリカンフットボール、ビーチバレー、ボーリング、卓球、セパタクロー、ピンポン。すげえ。勝ったぞー。イエーイ。出てこなかったーもー。あるじゃん、他にもポロとか。ポロ、うん、ゴルフとか。ゴルフ言わないっけ、うん、あ、ゴルフ言ってなかったっけ、うん、ゴルフでしょ、ポロでしょ。ポロって何だっけ。あの、馬に乗ってポロ。これポロあるじゃん、ラルフローレンの。あ、あれ、競技の名前なんですか。うん、そう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 、アーチェリー、ボーリングね、アーチェリー、ボーリング言いましたもんね。うん、あとあのー、あれ、これなんだ、アイスホッケー、うん、はい、フェンシング、フェンシング、水球、あとは釣りね、フィッシングスポーツ。もう袴田チャンネル、これ木曜日やめませんか。嘘や、嘘や。もうちょっともう自分のチャンネルですけど、もうなんか負けてしかないもん。チーターですか、俺。ピンポンだって。映画だったじゃないですか、ピンポン。強くやりすぎです。ちっちゃいのでいいってことですかね。じゃあ先生、いやですね、先生もういっぱいかけたら口きかないからね。もっと優しいスタッフたちはいないんですか。良い子の皆さんは絶対真似しないでください。さよなら。